ダニエアル・マニングは、テキサス州、コースカーナ出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のシカゴ・ベアーズ、ヒューストン・テキサンズに所属していた。現役時代のポジションは、フリーセーフティ高校時代、ディフェンシブバックとしてプレーした。ネブラスカ大学に進学したが、その後アビリーン・クリスチャン大学に転校した。 2006年の NFL ドラフト二巡でシカゴベアーズに指名されて入団した。彼はその年のディビジョン内閣以外から最初に指名を受けた選手となった。2008年ニッケルバックとして起用されるようになった。第14週のジャクソンビルジャガーズ戦では最初の相手の攻撃シリーズでデビッド・ギャラードのパスをインターセプト、敵陣5ヤードまでリターン、タッチダウンにつなげた。 またシーズン半ばに、それまでで、ビン・ヘスターが任されていたリターナーに起用されるようになり、第15週のニューオーリンズ・セインツ戦で、試合開始直後に83ヤードのリターン TD を上げるなどの活躍で、NFC スペシャルチーム部門の週間 MVP に選ばれた。2009年、開幕前のトレーニングキャンプで先発フリーセーフティのポジションを確保したが、パスシチュエーションでは、 クレイグ・ステルズがフリーセーフティに入り彼はニッケルバックに回った。彼の役割が大きくなったことによりベアーズはリターナーにジョニー・ノックスを起用するようになった。2010年10月10日のカロライナ・パンサーズ戦ではキックオフを62ヤードリターンするビッグゲインを見せた。2011年フリーエージェントとなった彼は前年のパスディフェンスが最下位であった。 ヒューストンテキサンズと4年間2000万ドルの契約を結んだ。開幕から7試合先発出場していたが10月24日のテネシータイタンズ戦で左足を骨折した。2012年第4週のテネシータイタンズ戦で56ヤードのインターセプトリターン t d を挙げている。2013年はセントルイスラムズ戦で右肥骨を骨折。 10月15日に故障者リスト入りし、6試合の出場にとどまった。2014年3月31日にテキサンズから解雇された。4月3日にテキサンズで守備バックコーチを務めていたバンス・ジョセフが移籍していたシンシナティ・ベンガルズと1年契約を結んだ。ありがとうございます。